久保さんおはようございます。気になる男。第202話ですね。第202話ということで、えー、今回はですね、YouTube 投稿ができない、まあ、ショートですね、ショートの YouTube 投稿ができない最短設定法というお話していこうかなと思うんですけれども、もうこれショート動画にならないね、原因参戦という形なんですけど、まあ、この2023年来年2月ですね、 YouTube 収益化スタートするんですけれども、まあ、このショート動画を投稿してみたんだけど、ということで、ショート動画ね、もうやってみようっていう方、これからね、やったことない方、まあ、いると思いますけれども、まあ、それでやってみてですね、こうやってみて、あれあれとショート動画にならないんだけど、みたいなことがあるんですね。あれあれおかしいな、みたいな。ショート動画やったことないと、ショート動画 そもそもショート動画ってどん,などんなもんなんだみたいな話になるんですけどでこれねもしそのちゃんとねショート動画になってればですねちゃんとショート動画になっていればそのまあせっかくねバズる可能性があったのにまあ通常の動画に埋もれてしまって伸ばせなかったっていうことがあるわけですねまあ通常の動画はそんないきなり出して1時間でその1万回とかはなかなか <laughs> いかないんですけどこうショートだと行くことがあるんでまあその時に もしね、普通にショートで出してたら、行った可能性があったのに行けなかったみたいなね、まあ、失敗があるのと会うとすごく、まあ、悲しい思いするんで、まあ、その時のね、まあ、注意点みたいなところをお話しできたらいいんじゃないかと思って今回動画あ作っております。YouTube 投稿はできない最短設定法ですね。でね、3つのチェックポイント。も、まあ、3つって言ってるんでね、3つのチェックポイントも知るだけで、えー、ショート動画の投稿がね、失敗、まあ、失敗がね、確実なくなるんで、 まあ少し覚えておいてもらえばいいのかなというところと気づいて、まあね、ここをさえ押さえておけば大丈夫かなというところですね。ね まあショート動画ね、どうかしたらこうやって35万回とかね、自分は35万回バーンって今伸びて、残んマいくとね、もしかしたら50万回食うかもしれないみたいなね、ものも生まれてますんでね。まあ、ぜひショート動画ちょっとやってみて、あー、こんな回もあるんかっていうのを体感していただければいいのかなと思っております。はい、ということでショート動画ならないね、ショート動画ならない原因参戦、早速行ってみましょう。まずですね、まず一つ目。まず一つ目なんですけど、動画の長さですね。まあ、これ言わずもがななんですけど、 まあやってる人はね、もう当然なんですけど、やってない人っていうのはまだぼんやりしかあんまり分かってないのかなとは思ってるんですけども、まあちゃんとね、60秒以内に収まってますかってうもうただ本当本当これ、このルールですね。ほぼこのルールさえ守っとけばはいどうじ大丈夫なんですけど、これがね、その、例えば、ちょっとね、ぴったり60秒だと、ならないことがあるんですよ。 なんかね、反応しないことがあって、ショートじゃなくなったりするんで、この長さっていうのは非常に重要かなと思ってますんでね。まあ、60秒以内。まあ、じゃあ何秒が最適かって言いますと、別に何秒でも正直いいんですけど、回すためなら10秒とかでも全然いいなと思ってますんでね。まあ、短い動画はまず10秒とか5秒とかね、空に向けて写真撮ってみて、ああ、動画撮ってみて、それでね、あ丸回るなって体感したらね、やっぱいっぱい撮りたくなってしまうんでね。 じゃあちょっと試してみるのはいかがでしょうかということで60秒なんてすぐねほんとねパッと撮れるんで写真撮るのと同じレベルですよねそれでも回ったりするんでぜひちょっとやってみたらいかがでしょうかというとことあとここ押さえておいたらいいですね1分だとちょっと1分ちょっと超えるとちょっとショート動画にならないですねはいそしてショート動画にならない原因3選の2つ目ですね2つ目は画面サイズですねこれも1つ特徴なのかなと思ってて ま縦長または正方形ですね正方形でも逆に OK なんですよ正。逆にっていうか OK なんですね。正方形でも。はい、で普通の動画ってま横長なので、この横長だとショート動画にならないですよ、ね。60秒以内の動画ってショートにならないんですよ。あの横長って普通の動画だと。で、そのよ通常の動画をショート動画でバズりたい。 っていう感じであればこの横長の動画を切り抜いて縦長の動画に変換してまたは正方形の動画に変換してあの切り抜いて小動画で出すっていう方法あるんですよまあ、そのやり方ねまたどっかでやろうかとは思うんですけどもそういうやり方もありますねだから今動画作ってるものに対してなかなか回んないなぁとどうしたらいいんだろう,うんっていう時に60秒以内のねこのここだっていうところを 切り抜いて、まあ、自分の動画を切り抜いてですね、か今 YouTube チャンネルやってる人ですね、やってるそこを切り抜いて、縦型または正方形にやって、そしてね、ショート動画で出してみると、いきなり回ったりするんで、まあ、こういうのは一つの手かなと思いますけどね、せっかく動画、自分の素材があるんで、それをそのまま生かしてね、ショート動画にこう変換するというか、 自分の切り抜き動画ですね。自分の切り抜き動画。だ切り抜きでね、2、3分だったのが、さらにショートで切り抜きショート。ショート切り抜きみたいな感じですかね。それでやってみると、またかなりね、変わってくると思うんで、朗報かもしれないですね。YouTube やってる、もともと YouTube 動画をやってて、全然伸びないな、みたいな、もうやめちゃおうかな、みたいな思った人が、ショート動画で息を吹き返すっていうことはありますので、ね、てか100%は息を吹き返すと思いますんで、これやらない手はないですね。逆に言うと。絶対やった方がいいと思います。 はい。ということで、ショート動画にならない原因3選。そして、ラストですね。ラストは、これ、ハッシュタグですね。これは最後の手なんですけども、うん、この60秒動画にしてると、さらに、まあ、さっきもね、一番目で言ったショート、だいたい60秒以内で作ってるし、さらに縦長にもしてる姿勢方形でもなってるって、それでもならないっつったら、このハッシュタグですね。まあ、タートルまたは説明欄に、ショートを入れてやってみたらいかがでしょうかというところです。これは別に、基本な、やらなくてもなるんですけど、 ならない場合っていうのがあって、これ自分もいろいろ試したら、時々ならないとこがあるんですよ。あれおかしいなと思って、これやったらなったりもしたんで、よ。これ、これいる場合もあるんだみたいなね。まあこれは本当にタイミングとか、そういう時々の問題なんで、ちょっとどこで発生するかっていうのは分かんないんですけど、まあ、こういうのもやってるとショートになる可能性がありますね。逆に絶対にショートにしたいのになぜかならないときは、これをやってみるといや、やんなったりするんで、まあぜひ最後の手段で、まあ、お花、 やっっててみるとといいいのかなーっていうこころですねあショートこれタイトルでもいいんで別に説明なんじゃなくてねタイトルでもいいっていうところはミソですね。うん、あとここを入れるときに、まあ、入力ミスですね。なんかショートが SY とかなってたりななんんかだろうスペースが入ってないとかねあのショートの間にこうハ,ッハッシュがーこのシャープの間にスペースが入ってたりとかしたらダメなんで、まあ、そういうところもちょっと含めて 気にしてあげると非常にいいかな。まあ多分ね、スマホでもショート、このスラッシュ、あ、ショー、うんこなんだろうあアスタリスクじゃなくて、これ何て言うんですかね。なんとかマーク。この、イ <laughs>、e、のマークでいっそ、イドのイ、e、のマークの、イドの、e、と、S って言ったら多分、ショートって出るんですよ。この予測変換で。なんで、まあこれを入れとくと、まあ間違いないですね。間違いない。他のショート動画も見てもらうと、意外とこのタイトルにこう、ショートって入れてる方もいるんで、 んこれを入れてて逆にこれを入れることによって間違いなく認識されるんで、まあ、セットで入れとくのも一つの手かなと思っておりますね。はい、ということで3つお話したんですけどね、まあ、ちゃんとこの3つさえ押さえたけばまず間違いなくねショートになるんで通常の動画で間違ってね気づかないうちに、まあ、時間がなくてこうショートで出してたと思ってねじゃあその後1時間を見て全然伸びてないおかしいなと思ったら通常の動画になってたみたいなねことの防止になるのでね 是非ここら辺を押さえておくといいのかなと思います。さらにいろんな話、まあ、ショートの攻略法みたいな話もいろいろやりたいところではあるんですけどね、まあここでよね、ちょっと話せない話、もっとね、話したいところの話は、ちょっと今夜ですね、今夜ちょうど久保さんと12月20日火曜日ですね。 えーズーム対談9時からやりますのでぜひね概要欄の方からチェックしていただきたいなっていうところとあと自分がね攻略法をちょっと見つけ出すためにちょっとペ,ペナルティー格好でねちょっと5つのチャンネルを並行にしてこの1ヶ月かなうわーってやったんでもう多分700本以上はやったんで723本かなさっき数えた723本だったんで まあまあ、そこら辺のね、ちょっと、まあ、テストマーケティングしたね、ショート動画攻略のお話とかいうのもできると非常にいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、さらにズーム対談では、この久保さんがね、えー、顔を出し続けてる久保さんと、まあ、自分は顔を出してない、えー、自分のところもね、少し比較しながら、動画のね、作り方系を もう少しね、えー、いろんなことをお話しながら対談進めていく、いったりしてね、こうショート動画のお話、ショート動画の攻略ですね、攻略の仕方のお話もできたらいいんじゃないかなと思っております。そしてね、最後まで、えー、対談見ていただいた方にはお得な特典というのも用意してますので、ね、もしよかったら見ていって、見ていってください。12月20日、ズーム対談。 今夜9時からですね。今夜9時からなんで、ぜひ楽しみにしてみてください。ということで、今回 YouTube 投稿ができない最短設定法というのをお話しさせていただきました。はい、ということで、気になる男第202話ですね。こんな感じで終わっていきます。そして、久保さん第203話、またよろしくお願いします。そして、気になる男視聴者の皆さん、ご視聴の皆さんは、次の動画でまたお会いしましょう。ここまでは。 顔出ししない YouTuber 気になる男がお話しさせていただきました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。